アベルちょっとかわいそうだよな。アベルは中段から、中段壊しとかつながんない、中段でもそれって一部のキャラにしか機能しなかったらしいんですけど、ウォークは絶対当たったの。なぜならばしゃがみくらいにやられ判定がでかい、もうマックスです、一番でかいかもしれないこのキャラ。まあそういうね、あの恩恵も受けるんです、こういうキャラに強くなった。もう打つよ俺は今日は。早っ、早くね、今日は早っ、早っ、俺でも全然最初気づかない。いやいや早い早い早っ、回転がいいもん。そう、回転がいいんですよ。回転いいね。だ最初の俺これ気づかなくて、孫さんに教えてもらって、まだブーブー言ってんなと思ったわけですよ、こいつは。そしたらもう全然ね、これちなみにあれっすからね、立ち回りの波動もすごいですけど、中足波動がレンガっすからね、中攻撃波動がレンガという。あのね、それはね、マジレスすると、あんまりレンガやっぱりならない。出てる位置が、やっぱりね、手前なんですよ。まあ言うてでも、ただド密着で、あの恋愛になるのは嬉しいですよね。だって繋がりやすくもなったでしょ。繋がりやすくなってます。だって今まで中足波動が透明届かなかったところが届いた。そうです。だし、そのこの玉抜けが、あ、玉抜け狙ってる。玉抜け狙ってない。あ、どっち？狙ってない。はい。打った時に玉抜けされるって言ったから。はい、狙ってない。早っ。はい。はい、玉抜け。玉抜け狙ってる。あ、玉抜け狙ってない。仕込んでないじゃん。仕込んで。仕込んで、絶対前出しくるどっかで、あ、どっち、仕込んで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 、の状況でも行かないとちょっと時間も。この回転率見てください、マジでマジでやってるから楽しいからね、これ。すごい。ああピンチ、ちょっと角度変えた。ここからでも全然いけますから、中段減るから気をつけて、中段減るよ、中段減るよ。下段はしゃがみがあるからな、中段は減るけど回転早いですね。ちょっとあの、まあ、剣がちょっとあの中足が昔に戻ったっていうとね、中足の中でやっぱりちょっと弱いなっていうイメージがあったから、発生が早いだけの技。でもいいんじゃないですか。まあ、まあ、はい、まあ、はい、というか同期キャラはね結構面白くなってる。竜もかなり、あ、竜やばい、ね、竜面白いと思う。そう、この回転、回転じゃちょっと下がてないからね。ドミスティンちょっとちょっと打ちすぎね。竜も面白いよな、あれ。あれマジいいっすね。ジャック波動。あれ、剣と同じぐらいの感じ。ジャックはね、剣よりちょっと速いかな。あ、やっぱさすがに。でも、ほぼ、遅い。これね、これ前から繋がったかもなってるわ。マジで面白くなってます。今回。しかも、あの、俺が、そのちょっとね、意識してるところが、うん、まあそうなってるから、まあ そこがね、マジいいんですわ。からの？すごっ、すごっ、はい、はい、ヘイエータ、ヘイ、これはテンション高まってますよ、ゴークスカイ。いいな、合気ラインも色めきだってますから。あ、本当ですか。どうでした先生。
どうでした？へい。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 優勝したぞ。優勝したぞ、俺。へい。優勝、優勝、優勝。優勝。へい。いいですか、まだやって。あ、全然。あれ、でも、どう、いきます？いきますか。そうそうね、あんまりお待たせするのもあれなんで。じゃあちょっと、ここらで、マオさん、あの、いきなり積もる話は。温めとく？いや、温めて、まあ、全然いいですよ。じゃあちょっとこのタイミングでファイトクラブ、はい、行かせていただきます、はい、お願いします。